始まりました。プリトチャンネル。佐々木です。アコギ君。ゴー。しょうちゃん。パンダ。娘。はい。今日はですね、思い入れの深いフジテレビの前に来ました。思い入れ。フジテレビさんに憧れて私たちはね、はい、ここに立っております。そんな私たちがなんとついにこちら金の盾をいただきました。メンバーみんなで貸し取ったものだと思っております。もちろん、はい、嬉しいですよ。しょうちゃんと娘さんは生で見るの初めてですよね。そうです、初めてです。そうなんです。そして実感をもっと沸かせてさらなる飛躍をということでですね、はい、今1月の2日です。駅でやられてるじゃないですか。やってますね、はい、というわけで今日やる企画は、はい、フジテレビの周りを金の盾駅伝。ちょっと何やっぱり駅伝はたすき、はい、たすきをあの一つのたすきをみんなの力を込めて次の人にパスをしていくんですよ、はい、で最後の人にパスをしてゴールをするっていう、もう素晴らしい大会なんです。すごいドラマがあるのよ。そうですから今回は我々はこの金の盾をたすき代わりにさせていただいて、一人一人にねこの重みを感じていただいて、あ、みんなでゴールしてやっと100万人いったんだっていうのを憧れのフジテレビさんの周辺でやります。いろいろ飾ってるよ。でこれを繋いで最後までゴールする。なるほど、はい、絶対落とせない、ね、そうだ、本当だよ。やばい、落としたらもう落としそうなやついるな。一人一人本当に大丈夫か、落としそうなやつ。確かにパンダさんとかすごい落としそうな。君なんだ、君君だよ。でフジテレビさんの周りは結構広いんですよ。相当よ、相当広い、ね、結構長距離になります、うん、はい、で6人いるので6地点にこう配置していただいて、はい、最後のゴールに来てもらうという、はい、それでは金の盾駅伝行ってみよう。さっきをみんなにつなぎたいと思います。金の盾駅伝行きます。いろんなことありましたが、ちょっとも楽しかったです。金の盾持ってくよ。これは途中からね入りましたけど、もうすごくもうみんなで絆できたんで。あれだけ、あれだけ、あれだけ、あれだけついんだ。あれだけついんだ。パンダさん、お腹はまだ入る？腹もやばい、腹もやばい、辛い。おおすごい。あれうまく取れてなかったかも。な。夏休みの宿題はやったかな？家庭教師。まだまだ。見えた。しょうちゃん、しょうちゃんだ、ここだよ。なんだ、はい、待って待って待って、止まって。ああ頼むよ、よろしく。しょうちゃん、つなげてくれ。プリンツだと一個みんなで対決じゃないですか。こうやってみんなで一つのゴールを目指して走るっていうのはまたこれいいもんですね。ちょっと待ってください。お湯ちょっと待ってください。本当にパンパンなんですけど。お、おいた、あ、1人もう6はいったね。え、うん、全然お団子の方が出てるわ。そうなんですよ。おでん正解。いやそれは限界だよ。このお台場って結構ピンチなんで、なんかすごい思い出深いです。その100万人の盾をお台場でバトンするっていうのは。娘さん、お願いします。さあ、はい、行きます。涼しい。さあ8人の方でもなくて、これ登録してる
百数万人の人たちのものですから。いただきまーす。何やってる？したぞって思うじゃないですか。でもこれ溶けるから口の中入っちゃうんですよ。これ作戦赤まくるわ。もう早く来いよ。ああああああ、嘘だろ。絶対に落としたよ。これだけ距離長かったです。大丈夫。今日のメンバーでサスケとファイブキング抜かしたら俺が一番フルカブなんで、僕があの二人につないで、そうしないともうフルカブで俺の意味がないですから。絶対に俺がつなげるから、みんなで。この構図が服です。この構図お願いします。1万円スープとか飲みたい。葉っぱもおばねもいらない。近い美茶進むな。近い美茶のプール入りたいな。葉っぱ目です。伝わってるのか。初期からサスケと一緒にやってるんだ。やっぱ最後俺からサスケじゃないとダメだと思うんだよ。よっしゃ、終わりだ。終了。ありがとう、あんこ。ありがとう、もち。1週間達成。というわけで、レモンのね、ミックな生活で終了です。ここまでいろんなメンバー繋いできてくれて、それがあったから俺まで来ました。もう動画も一緒、みんなが一緒にいたから動画撮れました。おい、泣かせたぞ。みんな繋いできたこの金の盾を箱根駅伝の裏でプレジデントの走ります。重い金の盾、重い100万人の重さよ。これか終わったことはだな。よっしゃー、1年目で過去一大変な企画だった。あれ、やっとかちゃってんだ。嘘でした。頼む。いやみんなが食べ終わった後に休憩しようじゃ危険。やれる前にやる。一瞬で溶けました。地獄に落ちた。地獄に落ちた。みんなジャスト。
久々にこういうので1位取った。もうこれだ。みんなのやるとこが見えました。俺だけ10キロはきついわ。さっきまで飛び飛び走ってたね、あのキングはまだ間に合ってさすがにこれなの。しょうがない、あのこれだけはしてください。あの一番大変だったのはカメラマンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にそうです。なんか2人でやってもらってカメラマンさん来る前に徹底的にリハをしたんです。はい、もう忠実にやってきます。忠実。それでは青木グさん戻ってきたのでエンディングです。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。これで100万人になったんだという人の重みっていうのを改めて感じたと思います。はい、2020年になりました。これからもですね、フェチチャンネルチャンネル一同楽しい動画を作っていきますので、本年もよろしくお願い申し上げます。お願いします。お願いします。お願いします。伊藤先生、世直しもね、はい、今日は参加しませんが、はい、きっと雲の上で見てると思います。さよなら。それではこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それではまたね。ペットボトルで気を作って手が手がつくやだ。私が勝ってきたのはおいずいで本当に勝ち取るのは絆ってことだね。はい、それは絆ない。ただダジャレ人間。